2月19日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅高です。先週末と比べて288円76銭高の22,009円01銭で午前の取引を終了しました。トピックス東証株価指数も 27.40 ポイント高、 JPX 日経400も 227.77 ポイント高とそれぞれ、上昇しております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 95%、 1966銘柄と高水準でした。これに対して値下がり銘柄数は約 4% の79銘柄にとどまっております。ほぼ全面高症状でした。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型株指数が22ポイント、中型株指数34ポイント、小型株指数は77ポイントとそれぞれ大きく上昇しております。新興市場マザーズ指数やジャスダック平均なども上昇しておりまして、中小型株に上昇する銘柄が目立っております。ほぼ全面高という動きではありますが、大型より中型、中型より小型の上昇が目立つという一日でもあります。商いは低水準と言っていいでしょう。売買高は6億2500万株余り、売買代金は1兆1064億円にとどまっております。前引きで1兆1000億というレベルでありますので、節目の3兆円、1日として3兆円というところには遠く及ばない水準ということになろうかと思います。今日はまあ週初ということもありますし、今晩のニューヨーク市場が祝日で休場になるということ、さらに中国や香港などアジアのマーケットにもお休みのところがありまして、このあたりが外国人の動きを鈍らせているという見方ができます。結果として商いは低調ではありますが、ただここのところ、まあ、先週あたりから買いの主体が個人投資家、国内の個人投資家に移ってきているということもありまして、今日は全体的に上昇する銘柄が増えております。先週末のニューヨーク市場は全体として値動きは小動きにとどまっておりますが、ただ変動性指数 VIX などが表しますように、かなりボラティリティ落ちが低下してきたと、落ち着きが戻ってきたということなどもありまして、買い安心感を誘っております。先週まで東京市場の上値抑え要因でありました為替の円高ドル安の動きが一服していることも、輸出関連株中心に全体のマインド改善につながりました。為替相場、今日のところは1ドル106円台前半と、先週末には105円台の半ばまで円高が進む場面もありましたので、そこから見ますと円安方向に押し戻されているということも安心感につながっているということが言えます。ほぼ全面高、景気敏感株、輸出関連株など中心にほぼ全面高という動きでありますが、この中で、金融株、銀行株などの上昇が目立っております。個別で小さな銘柄といたしましては、 A チーム、ゲームやあるいは比較情報サイト運営の A チーム、証券コード3662が前引きは結局 5% を超す上昇となっております。こちらは先週末16日の取引終了後に今7月期の第2四半期連結業績予想の上方修正を発表したということが好感買いを誘いました。逆に下げた銘柄といたしましては、ほぼ全面高症状の中でブリヂストン5108が逆行安となりました。前引けでは 2% を超す下落となっております。こちらも先週末16日の引け後に会社側からの決算発表がありまして、前12月期連結の営業利益が下振れしたと、予想から下振れで営業減益になったということ、さらに今期の予想18年12月期につきましても回復は見込んでいるんですが、市場のアナリスト予想を下回っている予想ということが明らかになりまして、失望を誘った形です。以上、今日全日経の模様、東証アローズからお伝えしました。